28日は分科会 A 日本のジオパークが目指す方向変化し続けるジオパークでは参加者100人みんなでやるのがジオパーク住民すべてがジオパークを理解していれば特に意識していなくてもジオパーク活動地域を良くするための活動は持続的に推進できるなどの議論をいただきました。分科会 B ジオストーリーと自然災害ジオストーリーとは何かジオパークでどのように災害を語るのかでは参加者95人テーマに対して自然の恵みに対する感謝を忘れず災害を学べる先人たちの工夫や知恵を知り物語ジオストーリーを組み立て工夫と熱意で伝えていくというまとめをいただきました。分科会 C 地質・地形・資源の活用と保全の両立を目指す事例研究では参加者67人ジオパーク資源の保全と活用のルールを構築していくために議論するグループを立ち上げてジオパーク活動の考え方や実践を JGN や JGC に提案していくことが求められているなどの議論をいただきました。分科会 D 見せ方ソフトガイドなどハード看板の使い方では参加者120人現地の不慣れなお客様がスムーズにジオパークを楽しむためにはマーケティングなどによって得られた情報をもとに各種看板の設置場所の検討やジオツアーの中身構築をする必要があるなどの議論をいただきました。分科会 E ジオパークとユネスコエコパーク生物圏保存地域では参加者30人ジオパークと生物圏保存地域は共に自然環境の保全を基盤として持続可能な発展を目指すプログラムである相互の制度の良い点を学び合いより良い制度設計について継続的に考えていくなどの議論をいただきました。分科会 F ガイド交流会みんなで作ろうガイドストーリーでは参加者75人ジオパークのガイドは知識を増やし分かりやすい言葉でお客様とキャッチボールをしながら資質のみでなく植物、人との関わり感動や驚きなどのメッセージを自分自身が楽しみながら伝えていくなどの議論をいただきました。トークセッション山とジオパークはコーディネーターに神谷雄二様パネリストに鈴木美希様角畑雄介様渡辺舞様を迎え参加者200人余り見ている世界は同じでも山、川、谷は当たり前じゃないなど楽しく討論をいただきました。午後のトークセッションデジタル地図デジタル情報のこれからの可能性では参加者70人余り地球活動やその上で繰り広げられてきた人々の暮らしの営みを見える化することをデジタルな情報メディアである地図と地域情報を使った新しい楽しみ方について考えていただきました。バーチャルジオパーク日本のジオパークを巡る旅は参加各ジオパークそれぞれ楽しいガイドを行っていただきこれもまた定員150人の会場に入りきらない方が出るほどの盛況でした。また先ほど行われたパネルディスカッションでは各分科会などから報告を上げてもらい大会を総括するまとめを行うことができました。各分科会セッションパネルディスカッション
それぞれの企画や運営には JGN 関係者の皆様のご協力をいただきました。また参加者一人一人の皆様には熱心にご参加いただき、ここまで大会が無事に進んでまいりました。皆様2日間大変ありがとうございました。